これから白餅についてお話しします。まずこの白餅の花ですが、4月頃に黄色い花を咲かせます。次に大きさですが、2メートルぐらいのものが多いんですが、中には高さが5メートルぐらいに大きな白餅もあります。次に成長の速さですが、この白餅は成長が早いです。また常緑樹から落葉樹に分けますと常緑樹の仲間になります。次に剪定の強さですが、この白文字は強い剪定に耐えることができません。それを踏まえまして剪定のポイントですが、形を整えるくらいの軽い剪定をすることがポイントとなります。料金は高さが2メートルで3000円からとなります。